中国船、また沖ノ鳥島に居座る海上保安庁や自民党の進藤義孝議員によりますと中国の海洋調査船が日本の沖ノ鳥島の排他的経済水域に7月24日の午前9時ごろから居座り続けていることが明らかになりました現時点で違法な調査活動は確認されておりませんが こういった船に直接搭載された装置を使って何らかの調査活動を行っている可能性もございます。この中国の海洋調査船は7月9日から18日にかけ違法な調査活動を続け日本政府が何度も強く抗議を続けておりましたが何ら効果はございませんでした。 日本政府にはこのような講義だけでは中国政府、中国共産党に対し効果がないことが既に確認されてしまっておりますので日本政府としても中国に対抗措置を実施するためにまずは尖閣諸島や南シナ海などにおいて海洋調査を速やかに実施していただくようにお願いいたします 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。